春の文具ウォーズエピソード4、文具界に迫る謎の女子文具ムーブメントに迫るトーク集。遠い昔、このさ、遥か彼方の銀河系はともかくとして、2011年春、東京、一時の平和が訪れていた文房具宇宙に新たな謎の脅威が迫っていた。その脅威の名は女子文具。この未知の文房具に我々男の子たちは興味津々。でもちょっと待って、あまりがっつきすぎると女の子たちから嫌われちゃうぞ。嫌われてウジ虫呼ばわりされた挙句、泥水をすするようないつもの生活に逆戻り、ドブさらいのような仕事に追われ、家に帰れば妻や子供たちから残飯を投げつけられる始末。あなたはそれでいいの？あなたは本当にそれでいいの？そこで今夜は楽しく楽しく優しくね、女子文具の世界に迫ってみよう。あのさ、もう途中から読んでるもん、まずそもそも声のトーンがスターウォーズと合ってないのに、はい、もう言ってる内容ももうスターウォーズと関係なくなってるあたりがもうキモいの一号っていうことですよね。番組構成作家の古川でございます。はいはい、すいません紹介を受けてね、はい、ですけど、あのこの特集やるたびに僕言ってるんですが、はい、スターウォーズに対してはそれほどの思い入れがないですね。いいんじゃないですか、じゃあスターウォーズの手取らなくても、うん、だからなんかね、これやんないとちょっと自分的にも文具特集をやってるなっていう感じがしなくなって、まあ、確かにね、スターウォーズテーマかかると文具ウォーズ、はい、ものきたなって感じしますもんね。はいはい、ということで文具特集、はい、まあ、元をたどれば、2008年の放課後のポッドキャスト、要はあのラジオじゃなくて、あの、はい、その後に僕たちおまけでやってたんですね。そうですね、インターネットだけでやったやつ、うん、だそうか、最初おまけスタートだったんですね。おまけスタートでやったんです、はいはいはい、でその後文具ウォーズシリーズ、まあ、今のさっきのスターウォーズの定になったのが2009年4月から。最初一応その文具ウォーズにしたのをスターウォーズの定にしたのは、はい、一応そういうこう何々帝国対何々みたいな、そういうちょっとこうね、構造を作ったんですよね、はい、スターウォーズ的な構造をね。そうそうそう、戦争だみたいな感じでやったんで、このスターウォーズの系なんですが、はい、まあ、構図のでっち上げですよね。まあ言いたくないですけど、まあメディアの皆さんはね、よくやりますからね。あのみんなもっと普通に話そうよ。、うん、で、うん、はいはい、でやってですね、タマフル、その後何度かこうタマフル文具ウォーズシリーズだとかですね、はい、あと夏7月になったらあの夏フェス開催だなんて、うん、はい、定期的にやってますね。やってますね、うん、でこれがですね、その後気がついたらですね、はい、もう雑誌で文房具特集やる機会もよった本当に増えて、うん、僕もその原稿依頼されることも増えた、はいはいはい、それからテレビなんかでもね、テレビなんかでもなんちゃらなんてやってますよね。この間4月の4日ですか、笑っていいともで、うん、はい、人気のアイデア文具ランキングみたいなのやってたんで、いいともでですか、いいともでですよ。あらあら、いいとも視聴者文房具使う機会があるんですか。いやー、これはだからもう文房具がね、はい、もう大変なこれはことになってるぞと、はい、もうブームといってももう世間的にブームになってる、大ブーム、もういいともに来たったってことはもうこれもう行き着いたってことですから、はいはいはい、これはもう完全にブームが来ていると言っていいです、はいはい、で特にですね、書店に行くとよくわかるんですけど、うん、文房具を扱った、まあ、ムックっていうんですか、雑誌っぽい形態をした本っていうのが今たくさん出てるんですが、なるほど、うんうん、特にこのなんだろうね、10月11月以降、去年の、はい、からもうたくさん出ていてですね、へ、まあ多分みんな売れると思ってるから出してるわけですけど、うん、もうそうですよね、うん、その一番最初、先陣を切ったのは何か、文房具ムックの先陣を切ったのが、はい、文房具、まあ、定期的に雑誌なんかはこう今まで、あ、文房具を扱った雑誌なんて出てたんですけども、はい、なんとかバラエティ的にこう、今身近にある文房具を集めて、うん、それをムックって形で提示したのは、はい、おそらくこの本が最初で、はい、そしてこの本が、まあ、とっても売れたので、はい、今そのムックがいっぱい出始めて、まあ、火付け役であると、はい、うん、そのムックというのが今この手元にあるんですけれども、KK ベストセラーズというところから出てるすごい文房具というムックです、はい、これが昨年の10月に出たんですけども、うん、このムックを作った人がいます、はい、この方を今日はゲストにお招きしております。はい、よろしくお願いします。あの、KK ベストセラーズの、 あのすごい文房具の編集長の岩崎と申します。はい、岩崎勝さん、はい、普段はその雑誌サーカスというね、はい、の編集部、岩崎勝さんということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。雑誌サーカスといえば、はい、この向かいにいらっしゃいます構成作家古川光さん、はい、連載なんかお持ちで、そうですね、本当にこういうことをラジオで言うのは良くないと思ってるんですけども、連載のタイトルが、はい、勃起する文房具、もうちょっとはっきり言ってください。勃起する